皆さんこんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の松本です。株式会社ボールド取締役の福井です。本日も取締役の福井さんにお越しいただきました。はい、またまた呼ばれてまいりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ボールドチャンネル、本日お呼びしたのはですね、はい、福井さんに応用情報技術者試験について聞きたくて。私も視聴者の皆さんにはバレてると思うんですが、エンジニアじゃないので応用情報について私がというのは冗談で、はい、私が今応用情報技術者試験を頑張ってるんですけど、うん、ちょっとそのお話を聞いていただきたくてですね。はい、実はね、聞いてみたかったんです、僕も。本当ですか。うん、入社したその日に申し込んだっていう伝説があるでしょ。そうなんです。私2月1日入社なんですけど、はい、2月1日の18時に締め切りだったんですよ。おお。で、13時ぐらいに昼休みに申し込んで、よっしゃ頑張るぞみたいな。なかなか異業種からの未経験転職で入社日に応用情報申し込みと珍しいですね、本当に。なんならその日に応用情報知りました。すごい意気込みだなと思います。本当に勢いですね。ボールドチャンネル。応用情報とは1年に春と秋に開催される IPA 主催の国家試験です。だいたい IT 業界5年目以降の方が受けるイメージがありますね。受験申し込み期間はだいたい1月と7月になります。だいたい1月に申し込んだのが4月に受験、7月に申し込んだのが10月に試験になります。これ申し込み忘れると次半年待たないと受けられないので気をつけてください。午前と午後で2つ試験があって、両方とも2時間半2時間半のすごく地獄のような試験になるんですけれども、午前と午後両方受からないと合格にならない、かつ午前を60点以上取らないと午後も採点してもらえないので、まず午前を頑張らないといけないんですね。午前問題は4択式で、午後問題は選択問題と記述問題になります。11項目の中から情報セキュリティを必須とした5項目を受けることになります。ボールドチャンネル。応用情報ってまあ難しいんで。どうですか、結局どうだったんですか、その試験は。もう激沈というかまず文字読むだけで大変みたいな。もう何の話してんの。3ヶ月後ぐらい。そうです、3ヶ月後ぐらいです。それは厳しかったですね。何の話してたか分かんない。最初はそんな感じからで、まあでも松本さんのことですから、その後もしつこく勉強されてるんでしょ。もうしつこく勉強してますね。まあもちろんね、役員やってますから、その重要性であったりとか難易度は分かってるんですけど、松本さんなんでそこまで応用情報にこだわりますか。こう現場に直接紐づくわけではないんですけれども、うん、こう知識があるだけで、こう現場で役立つというか、なんかよく言われるのが、松本さんって実務経験ないのになんかセンスいいんだよねみたいなことを言われてて、多分それはもう入社時から必死に応用情報で、意味はわからないけどまず文字を読んで、この単語はこういうジャンルのものなんだっていうところから知っていくこと、センスいいのかわかんないですけどね。いや、それはでもあるでしょうね。あの、僕は新卒の未経験の人たちに基本情報を取るように言ってるのもそれで、はい、最低限一巡勉強が終わると研修を受けていても頭にスッと入ってきやすいですし、あとやっぱり現場に行ってからも言葉の意味とか、やっぱりその会話の勘どころって出るんですよね。それは本当にいいメリットだと思います。そうですよね、はい、あともう一つのメリットが、これちょっと福井さんも知ってると思うんですけど、コード試験といって、あの、まあ応用情報より上の、はい、支援士とかデータベーススペシャリスト、あの辺のコード試験の午前一を2年間免除できるんです、うん、これはやっぱりね、大メリットですよね。特にあのボールドは資格取るのをね奨励してますし、スペシャリストになってからも資格はねどんどん取ろうよっていう会社ですから、免除はねすごくありがたいです。ありがたいです。まあ、もちろんね、あの応用情報素晴らしい試験なんですけど、まあ、そもそもなんで基本情報じゃなかったか、基本受けなかったんですか。基本情報受けたは受けました。あ、受けましたか。はい、応用情報 の1回目終わった後に、あ、落ちた後に、落ちた後に、はいはい、基本情報受けたんですけど、午前は結構余裕でよかったんですけど、あ、やっぱり受かるんだね。午後が、私がインフラの方なんですね、うんうん、なので Java とか Python とか、はい、基本情報の午後ね、はいはい、開発系の話多いですからね。そうなんですよ、はい、そこで落ちちゃって、それでもう一遍基本情報に行くより もうこのまま応用情報を勉強しようってことになったわけです。そうなんです。新卒のことかだったらまだ若いですし、うん、いいと思うんですけど、うんうん、私みたいにこう中途採用で、はい、やっぱ20代後半とかで入ってきちゃうと、生き急いでるじゃないですけど、生き急いでる生き急いでるわけじゃないですけど、早く勉強しなきゃ、まあね、早く吸収しなきゃ、うん、みたいなのがあって、まあ、正直基本情報の午前受かってるわけだし、うん、午後頑張るみたいな感じで、うん、そう、自分の今職場に関係のない午後行くよりも、うん、もう直球で役立ちそうな応用情報行きたいと、はい、はい、なるほど、そういうことですね。ボールドチャンネル。まあ、応用情報ってズバリ勉強してていいとこってどんなとこですか。それはですね、シンプルにたくさんのことを勉強できるんで楽しいんですよ。なるほど。なのと、うん、IT 業界で生きていく人間として、うん、まあ、人の管理であったりとか、はい、でその時に
労働基準法だったり、法律とかも知っておかなきゃいけないじゃないですか、はい、だったりとか人の育て方のリーダーシップ理論であったりとか、うん、そういうことをこう幅広く勉強できて、いいですね、かつも技術だけではなくそういう考え方もして視野を広くして仕事をしていくべきなんだってことが本当によくわかりますね。なるほど、やっぱりその先々の、ね、観点が入ってるっていうのはいいですね、うん、技術だけじゃないんだなってやっぱり思いますね、うん、なるほど。応用情報って受からなくても勉強することに意味があると思うんですね。あ、いいですね。まあでもすべからく資格ってそうですよね。もちろん取って合格するのいいですけど、やっぱりそのもう勉強し始めたこと自体がねプラスになるって、それも素晴らしいですね。まあそしてまあ今日触れていいのかどうか分かんないけど、僕黙ってたんですけど、はい、確か昨日も応用情報受けたんですよね。そうなんです。もうまだ頭痛いです。どうでしたか？今回もダメだったんです。ああ、そうなんですか。それは残念。そうですか。でももうシンプルに今回は勉強不足、うん、そうですか、間違いなく。本当ね、忙しく現場でも大活躍されて、こつこの間ね YouTube とかもやってもらってる中なので、まあぜひ次回は、皆様にも合格報告ができるように楽しみにしてます。もう絶対合格するんで、はい、もう期待して待ってます。ボールドチャンネル、本日は、いやいや、今日は僕が、はい、本日は、応用情報技術者試験に全力で立ち向かっている、松本さんにお越しいただきました。松本さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。